ITIP プラットフォームケイロスの解説動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではトランジション制御について解説します。ケイロスにはトランジションパターンとしてミックスが3種類、ワイプが59種類、DVE が20種類搭載されています。ワンアクションで同時に複数のトランジションが実行可能なことがケイロスの強みです。その他、ユーザーが作成したオリジナルのトランジションをユーザーパターンとして登録可能です。またアニメーションやクリップを使ったワイプなども使用することができます。続いてケイロスクリエイターでトランジションの設定を見ていきましょう。このシーンではバックグラウンド、レイヤー1、レイヤー2にトランジションが設定してあります。バックグラウンドのみ AB ミックスになっています。他のレイヤーも AB ミックスに変更する場合、シーン画面に移動してレイヤーを選択、パラメータービューのレイヤーセッティングでアドバンスの三角マークを押して開き、プリセットイネーブルにチェックを入れます。これで AB ミックスが選択できるようになります。またトランジション設定はシーンのレイヤー構成と連動していますので、シーン画面でレイヤーを追加するとトランジション画面が自動的に更新されます。8レイヤー以下のシーンにトランジションが設定されている場合には、コントロールパネルの8個のボタンから全てのレイヤーの設定を操作することができます。では実際に操作してみましょう。一番左のトランジションのみ実行したい場合は、コントロールパネル一番左のオートボタンで操作します。左から2、3、4番目のトランジションを実行したい場合、コントロールパネル上で一番上の数字ボタンを長押ししながら、左から2、3、4番目のボタンを選択します。複数のトランジションの実行は T バーかオートボタンで操作します。このようにケイロスでは柔軟なトランジション設定とコントロールパネルを使った直感的な操作が可能です。Panasonic